午前4時、東京一早く活気がみなぎる築地市場。すでに男たちの重労働を忍ばせるマグロの列がこの通り。その体力の源は一体何？追跡してみよう。体力の源、その答えがこれ、丼でありました。一仕事終わってさあ食うぞと挑むには丼が一番。中でも人気が高いのはたった今競り落としたばかりの鉄火丼なんであります。そこで一句、丼やつわものどものエネルギー。あんまうまくないな。寝ぼけ眼をこすり、そろそろ出勤の時刻。こちらの下宿屋さんにも忙しい朝がやってまいりました。おはよう、ご飯できましたよ。起きた。今朝のメニューは、おや、なんとかき揚げ丼。小林さん宅に下宿しておりますのは予備校生ばかり6人。今日は大事な試験とありまして、早く答案を書き上げるようにとこの丼を作ったんだそうでありますが、そこで一句、予備校生負けるな丼ここにあり。少し良くなったかな。ここ明治小学校は給食コンクールで文部大臣賞に輝いたほど、そのメニューの豊富さや栄養には自信満々。今日はなんと生徒職員合わせまして800人分のカツ丼を作っておりました。月に一度は栄養のバランスを考えて丼物を出しているんだそうです。いやー、給食も美味しくなくっちゃね。さて、楽しいお昼時、普通のカツ丼と違ってこちらはカツの上に別に煮た卵を乗せたもの。先生と生徒で盛り付けました。丼の日は休んだり早退する子がグーって減るほどの人気メニュー。ねえ、おや、あらま、ペロッと食べちゃった。あきらくん、おかわりはいいけどカツはもうないんだよ。カツ丼や、カツを取ったら卵丼、当たり前だ。仲良く同級生が帰るのは花江ちゃんとめぐみちゃん、2人は大の仲良しであります。今日はお母さんが PTA の集まりに出かけていたので、二人で大好物のおやつを作りました。そのおやつとは、なんとおじいちゃん秘伝のバター丼だ。おやつ時、丼に染み込むバター味、だんだん良くなってきた。すっかり日の暮れた午後6時、ここ東京都小平市にあります体育館では、まだ高校と灯る明かりのもと、熱気が充満しておりました。実力と美貌を兼ね備えた名門日立女子バレーボール部の夜の練習が続いていたのであります。タイタータイタータイタータイタ。その頃合宿所では猛練習を支えるスペシャル料理ができつつありました。練習が終わりましたのは午後8時。ほっとする夕食の時間、ここぞとばかりに身長180センチ以上の叙情部たちが一斉に食べ始めると、まさにド迫力。さて、今夜のメニューはバレエならぬレバー丼。レバーは造血作用があって貧血気味の女性にはうってつけなんですと。美人が多いのも丼のおかげだったりしてね。そこで一句言ってみよう。大林腹がなるなりレバー丼。これはバレー丼の方が良かったかな。ところ変わって、どんぶりとは縁もゆかりもないようなスナック。何を隠そう、このみどりさん大のどんぶり好き。お店が引けてみどりさんがいつも寄るのは近くのコンビニ店。お目当ては最近若い女性の間で流行っておりますどんぶりもののレトルト食品。ダイエットはしたいんだけど丼も食べたいという女性のために、三口程度で食べきれるこの商品。何しろお湯で温めれば出来上がりとあって、夜食にはちょうどいい。丼の温かさに福島のお母さんを思う夜でありました。丼や隣は何をする人ぞ、余計なお世話だ。した。久しぶりに入ったもんね。主婦の間で丼名人の奥さんがいるとの評判を聞きつけ、まずお邪魔いたしましたのが中山さんのお宅。作っていただきましたのは元看護婦の奥さん特製のヘルシーニラ丼。家族の健康を第一に考えた愛情いっぱいの丼なんであります。まずは鶏のささみを一口大に長女の千秋ちゃんがお手伝い。ビタミンを補うためにアボカドのオイルをお米に少々振りかけて炊き上げます。本日のお吸い物はカニ。美味しいカニの出汁を使わない手はないとばかりに、炒めているささみにカニのスープを加えます。
かってまいりましたら、高野豆腐に桜エビなどなどを入れまして、そしてニラも、こんなにと思うぐらいたっぷりと入れます。そして最後は卵で閉じて出来上がり。中山さんのお宅には炊飯器がございません。15年前からずっと文化鍋でおこげ付きのご飯を炊いてまいりました。確かに子供の頃かまどで炊いたご飯、あれは美味しかったですよね。まあ、そんなわけで具を乗せてヘルシーニラ丼の完成なのであります。他にも薄味のお吸い物とプロテイン入りホタテのサラダで健康増進メニューとなりました。そして注目はこれ、補助食品の代表選手プルーンを使った奥さん特製の佃煮なんであります。酢とプルーンにみりんを合わせまして、それに鰹節と塩吹き昆布、しらす節をよく混ぜると、収容時間わずか1分でミネラルたっぷり塩分控えめの佃煮が出来上がるんであります。ヘルシー丼食べて全員健康な中山家であります。生まれも育ちも深川という亀吉爺さんの朝は、千葉は木更津産のアサリの吟味から始まる。頑固一徹に88年、屋形船の主人である亀吉爺さんは、江戸情緒に触れようと毎日やってくるお客さんのために、これぞ元祖という深川丼を食べさせております。爺さんが作るのは、かつてこの界隈の漁師が食べておりましたアサリ汁のぶっかけ丼。まさに深川丼の原型なんでありますな。酒と醤油とアサリとネギで作った丼は豪華さは全くないものの、その分じいさんの心意気が伝わってくるようであります。うまい。こちらになりようかな今日も隅田川の川べりで亀吉じいさんはアサリを剥く。深川丼は永遠不滅の丼でありました。さて今度はオリジナル丼を追跡いたしました。最初に訪れましたのは台東区鳥越、通称おかず横丁魚米商店。魚屋さんなのでありますが、なんと丼がある。実は1年ほど前に近所の OL たちが昼飯を食べるところがないと嘆いていたのがきっかけで始めたとか。まあ魚屋さんですからネタがよろしい。さらに自分たちの台所を使って5代目だというご主人と奥さんだけで作っているから安い。しかもどうですこの豪華さ、1日なんと100丼しか作らない。売り切れたらおしまい、儲けはトントン。私が先。まあこの界隈の人たちに喜んでもらえるのはご主人にとっては何よりなんだそうです。こういう政治家が欲しいね。そしてこちらは目黒区の料理好きな奥さんたちが集まって結成しているお料理研究サークル、おいしんぼ会の皆さん。今日のテーマは言わずと知れた丼であります。早速世界にたった一つだけの丼作りが始まったようであります。高菜と大葉、それにたくあんのみじん切りを炒めましてご飯に混ぜております。一体何の丼を作っているんでしょうか。そこにさらしネギと大葉の千切りを盛り付け、おや、萩田名物引き割れ納豆でねえかいな。ああ、卵の黄身だけを乗せるんですな。ああ、壊しちゃった。そういう場合は自分ですぐ産みなさい。もう一回作り直したものは見事な出来栄え。醤油はかけずにこのままで。そしてこちらは何やら野菜炒め風、普通のピーマンに赤ピーマン、それに玉ねぎと豚バラ肉を加えましてしんなりするまで炒めるんですね。白菜キムチでピリッとさせてお酒に合いそうなエスニック丼と相成りました。見ているだけでお腹がグーグー鳴ってくるようでありますが、さてこちらはあれあれあれ、なんとなく地味な感じでありますな。いや別に奥さんがそうだっていうわけじゃございませんが、玉ねぎ、椎茸、薄切り豚肉、油揚げと材料を見てもやっぱり地味。冷蔵庫を開けると必ず入っているようなものばかり。いや実はそうなんです、赤字になった時でも冷蔵庫のあり合わせで作れる丼、その名も赤字丼。やらないで
やらないの？こんにゃくは手でちぎるのが極意。その極意を生かして作ったのが味噌でコトコト煮込んだもつ煮込み。ご飯にぶっかけただけで完成と簡単なところも極意なんでしょうか。メンバーの中には中国の奥さんもいらっしゃいまして、本格的中華丼とはどんなものか他の奥さんも興味津々の様子。タケノコ、人参、椎茸を千切りにいたしまして、豚の肩ロースとともに深めの中華鍋でまずは炒めに、それに白身魚のすり身を団子にして入れます。ここに片栗粉を加えましてとろみを出せば完成。味付けにはリンペイソースという中国独自のものを使っておりますが、ご家庭でもお好みで味付けできるはずです。本物の中華丼ローたんは中国版お袋の味、見るからに心からホクホクしそう。そしてこちらは秋の味覚、旬のいろいろなキノコを使った純和風の丼に挑戦しておりました。椎茸、しめじ、えのきだけなどを人参やわかめとともに鶏ガラスープで煮込みまして、そして最後はやはり片栗粉でとろりとあんかけに仕上げます。大丈夫、ちょうどいい。さてここからがユニーク。これ茶碗蒸しの大きなやつなんでありますが、これをまず丼飯の上におもむろに乗せ、その上から熱々のきのこあんかけを盛る。茶碗蒸しを大胆に生かし、キノコの風味も損なわない。そう、ね、そうね、この出来栄え、ちょっとした料亭で出しても立派に太刀打ちできる。やっぱりやっぱりあんかけ丼。それではじゃあ皆さんいただきます。いただきます。お料理が終われば楽しい試食会、お互いの料理を分け合って和気あいあいの雰囲気。丼は奥さんたちの心の交流を支えておりました。丼の王様といえばカツ丼。そのカツ丼を素材にプロとお袋が対決。とある雨の日、下宿屋を営むあの小林さん宅へ一人の包丁人が訪ねてまいりました。この男、カツ丼にかけては東京でも一二を争う料理人。中目黒で知らない者はいない浅松庵四代目若新院でございます。学生たちからお袋と慕われる小林さんのカツ丼とどっちがうまいか対決に来たのです。ただし肉と玉ねぎは同じものを使うことが条件。対決スタート。カツ丼の第一段階は肉の下ごしらえ。プロは丁寧に脂身を取り除く。一方お袋さんは包丁で叩くのみ。プロが使っているのは薄力粉。卵の海苔がいいみたい。さあそしてパン粉はお袋さんの方はパンの耳をミキサーで砕いたものを使用。いよいよ揚げる方に舞台は移りまして、プロはラードを使い、お袋さんはサラダ油。そしてプロはこまめにパン粉のカスをすくい取る。お袋さんただ揚げっぱなし。揚げたての色具合はお袋さんの方が少々焦げているんじゃないでしょうか。玉ねぎも名人はあくまで細く切る。そして仕上げの煮る。お袋さんは市販のタレを使いまして、名人は秘伝のタレになんと隠し味でザラメを少々。ああこれはもう結果は歴然か。名人は沸騰する前にカツを入れ、お袋さんはタレが沸騰する頃に入れる。卵のかけ方はまあ五分五分といったところですな。ですがおや、名人は蓋をしない。かたやお袋さんはしっかりと蓋で密閉。この違い味に影響を与えそうですぞ。しばしのし熱々のカツ丼が完成。果たして名人とお袋どっちがうまいか、市場を抜きにしてお袋さんのお袋さんに判定を願いました。いただきます。あ、おいしそう。これいただいてみます。丼の違いが分かる御年74歳。さてどちらに軍配が。
緊張の一瞬。名人も寡黙に。こちらの方はね、私には向いてます。やはりお袋の味といえども名人にはかなわなかったのか。プロはすごい。しかし戦い済んで日が暮れて互いの健闘を称えす相手の丼を試食する二人でありました。おいしい方に見習わなくちゃ。ありがとうございます。丼丼たかが丼されど丼なのでありました。